まず取り上げるのは日米和親条約です。下田開国博物館まで1キロ歩きます。まず日米和親条約と日米修好通商条約ってありましたけど、なんかアメリカの圧力でむちゃくちゃな条約結ばされたっていうイメージありません？なんかね、日本が弱腰でどうしようもなかったみたいなね。でも実際そんなことないんですよ。幕府側もしっかりアメリカに対峙して対等に交渉してちゃんとした条約を結んでるんです。だから幕府って実はすごかったんです。でも僕たちのイメージだとこの時の幕府ってなんかダメな感じですよね。これは歴史は勝者によって書かれるからなんです。幕府を倒した明治新政府が新政府の正当性を示すために幕府を悪く書いたんです。それで幕府がダメなイメージになっちゃってるだけなんです。実際の幕府側の交渉はすごかったんです。今回はそのあたりをお話ししていきたいと思います。まずはペリーが黒船に乗ってきました。1853年神奈川県の浦賀沖に来るわけですね。ペリーはフィルモア大統領のお手紙を幕府の人に渡します。そこには3つの要求が書かれています。漂流民の保護、アメリカ船への燃料や食料の補給、そして貿易の開始、この3つです。そしてじゃあまた来年来るから返事考えとけよ、じゃな、こうして黒船は去っていきました。そして翌年ペリーが再びやってきます。さあ横浜にて交渉スタートです。交渉の席にはアメリカ側はペリー、そして幕府側は林大学の上副祭が座ります。まずはペリーが一言、交渉が決裂した時のために軍艦をあと100隻用意してますということでよろしく、こう言ってプレッシャーをかけるんですね。さらに上陸を祝って祝砲をあげますって言って黒船のどでかい大砲を何十発も撃ちます。こんなん日本人は見たことないからビビいるぞーっていう魂胆ですよね。確かに黒船にみんなビビってたっていうイメージありますよね。これね、一般市民は確かにビビったと思うんですよ。でも幕府からするともう50年以上前からなんかロシアが来たりイギリスが来たりフェートン号事件だモリソン号事件だって言っていろいろあったんで、実はもう黒船とか大砲とかって今更なんですよ。だから林大学の神もあざすぐらいの感じで全然ビビってないんです。それで逆にペリーが肩透かし食らっちゃってあれーみたいな感じになるんですね。そして林は日本側の回答を示します。漂流民の保護と燃料食料の補給はもともとやっているので OK です。しかし貿易に関しては一切認められない、きっぱりノーを突きつけます。日本としては中国の例を見てるわけですよ。貿易をしたらイギリスからアヘンが入ってきちゃってみんな中毒になっちゃって、それで貿易やめたいってイギリスに言ったらアヘン戦争でボコボコにされちゃったわけですよね。そんな姿を見たらもうとても貿易なんて認められません。ペリーは戦争をちらつかせながら貿易を認めさせようとするんですが、林が毅然と突っぱねます。するとペリーは貿易は諦めて港の開港を求めます。長崎って不便だから別の港を10カ所くらい開いてくれないっていう要求をします。そしたら林はだったらまあ何カ所か開くのはいいでしょうって言うんですね。じゃあ具体的にどこを開くのか今教えてくれる？いや調査してからじゃないと無理ですね。いやいや林さん、あなた責任者でしょ、だったら今答えてよ。いやいや、そんなに答えを急ぐなら去年来た時に言えばよかったでしょ。去年言わないからそれはこっちも長崎だけでいいんだなって思うでしょう。それを今日になって急に言われても無理なもんは無理ですよ。ああごめん。林が完全に論破するんです。そして7日後、下田と函館を開港することで合意します。そして細部を詰めて日米和親条約は締結されました。つまり日米和親条約って貿易は認めてないんで、いわゆる開国はしてないんです。だからペリーの要望通りにはほとんどなってないんですね。林大学の神がペリーの脅しに負けずことごとく論破していったんです。ペリーはアメリカに帰ると日本人やばいって言うんです。頭もいいし職人の技術もすごいし、これテクノロジー入ったらすごいことになるぞって言ってるんですね。それだけ林大学の神にしてやられたんです。アジアってこんなもんでしょうっていうペリーの想定を林が、そして日本人がはるかに上回っていたんです。さあこれが下田開国博物館ですね。あれ閉まってる？あ、10時からか。そうか、てっきり9時からだと思ってた。そうかそうか、日米和親条約で下田が開港して、日米修好通商条約の交渉の地も下田で、あと日露和親条約も下田にプチャーチンが来たところから始まってるんですよね。だから本当に下田は開国のキーポイントになってるんですよね。このプチャーチンもね、いろいろあったんですけどね、まあ、ちょっとその話はあさってやっていきたいと思います。ちょっとじゃあ一旦違うとこ行きましょうか。